英語史英語史とは英語の歴史である。現在直接たどれる英語の最古の祖先は、イン謀祖語である。イン謀祖語はかつて、国会沿岸に居住していた民族が使用していた言語であると推定されている。そこからいくつもの言語集団がインドからイラン、ヨーロッパにかけて移動し、ヒンディー語、ペルシャ語やヨーロッパの諸言語として分かれていったと考えられている。 このうち国会からヨーロッパ北部へ分かれた言語がゲルマンソ語と想定されている。これをルーツとする言語集団をゲルマン語派と言い,い、その中に現在の英語、ドイツ語、オランダ語、北欧諸言語が含まれていた。そのゲルマン民族のうちドイツ製北部に移住した部族にアングル人、サクソン人、ジュート人がおり、しばらくそこに住んでいたが、やがて4世紀頃に、 軍族の圧迫で西部に押し出され、ブリテン島に渡った。ブリテン諸島には、古くからブリトン族などのケルト人が住んでいたが、43年、第四大ローマ皇帝、クラウディウスの征服により、現在のイングランドとエールズにあたる地方が、ローマ帝国に組み込まれた、ブリタンニア族州。しかし、帝国が衰退するにつれ、ローマ軍は大陸へ撤退せざるを得なくなり、 その空白を塗って、ゲルマン人の部族である、アングル人、サクソン人、ジュート人が、世紀頃に、ブリテン島に進出し、ケルト系住民を西北に押し合って定住した。彼らは7つの王国を樹立し、7王国時代、相争っていたが9世紀に統一され、この王朝の下で、古今英語が流星した、アルフレッド大王の学芸保護政策、アングル族、ドイツ北部、 アンゲルン半島出身サクソン族、ドイツ帝地ザクセ州出身の言語が、英語のベースとなっているため、英語の最も基礎的な語彙、文法は、ゲルマン語に基づく、など。また、大陸から、キリスト教典などのラテン語文献も翻訳し、およそ4 5 5のラテン語彙が流入したが、これらは主に宗教、学術用語であった。現在もほぼ同じ形で使用されている、など。 8世紀頃から、デーン人、バイキングの侵略が激しくなり、王国は崩壊し、11世紀初めにはイングランドは、デンマーク王、クヌートの支配下に入る。この長い混乱の過程で、コノルド語の語彙が、英語に入ってきた。コノルド語も、英語と同じく、ゲルマン語であるため、英語は、コノルド語から、数千もの日常語彙を借用した、など。また、三人称複数を表す、も、 このルド語からの借用である。古英語の時代は、このルド語などの影響もあったものの、外来語をそのまま借用することは口述する、中英語や近代英語時代と比べて少なく、天の狼や海の馬船という風に、単語と単語を合成させる、複合語、ケニングを作り出していた。しかし、これらのほとんどは中英語期以降にフランス語やラテン語からの借用語にとって変わられ、 現代英語では、ほとんどが、背後になっている。王の死後、アングロサクソン人の支配は復活するが、その支配力は弱く、内乱が相次いだため、最終的には、フランス北部にいた、ノルマン人に占領される、ノルマンコンクエスト、1066年。まとめれば、5世紀から11世紀という中世前半に、アングロサクソン人のゲルマン語が母体となって、ラテン語、 フランス語、コノルド語の影響を受けて、英語が出来上がっていった。とは、アングル、族の言葉、という意味である。ノルマイコンクエストの結果、イギリスの支配階級はほとんどノルマン系フランス語しか、話さない人々によって占められることになり、フランス語が大量に流入した。そのため、法律、政治、財産に関する英語にも、フランスカリーレ語が多い。こうと、 法廷、ジャッジ、裁判官、パーラメント、議会、カウンシル、地方自治体の議会、タックス、税金、マネー、金銭などは13世紀末までに借り入れされた。また、上記以外の分野では、上流階級の話すフランス系語彙と中下層階級のゲルマン系語彙の2系統が混在する現在の英語が出来上がった。食用の肉から家畜の羊、 食用の牛肉から、酪農用の牛など、つまり貴族は食べ、庶民がその肉を養うのである。この時期にフランス語から英語に入った語には、などがある。その時までに英語には十分な語彙が存在していたため、新しく入ってきたフランス語は、従来の英語の意味を変えたり、変えられたりして定着し、結果として英語の表現力は大きく向上した。例えば、 判決を下すの英語は元来であったが、それはフランス語由来のにとって変わられ、は、最後の審判という特殊な意味へと変化していった。しかし、ノルマン人は、少数だったため、13世紀になると英語が、イギリスの国語としての地位を確立し始め、100年戦争の敗退などを受けて14世紀には、貴族でさえ英語を母語とするに至った。 だがこの間にフランス語から借用された語彙は1万語に、及びその75%が現在まで残っている。長らく英語では話し言葉と書き言葉、ラテン語が分離していたが、ルネサンス、文芸復興、14から16世紀の運動が、ようやくイギリスにも伝わると、両者を一致させる動きが現れ、ジェフリー・チョーサーのカンタベリー物語などが出来上がった。 古英語記には、アルフレッド大王の文教政策が構想し、ウェセックス方言によるテクストが多く残り、一つの標準語として認められるが、中英語記には前日のような階級間でのかなり目立った語格差が見られたり、フランス語からの影響を多大に受けていたことも手伝って、中英語は言語的にかなり過渡的で流動的なものだったと言える。したがって、古英語のように、形態論、 東語論を中英語という枠で一般的に記述することは極めて難しい。その場合には、調査が用いた東イングランド方言に限定するなど時代、地域の的を絞る必要がある。それほど時代、方言によって違いの多い時期であった。15世紀から16世紀にかけて発音と綴りが著しく異なるようになった大母音水位。それまで、 ピーベは、ロートは、セークはというように発音の通りに綴っていたものが、この時期から発音が大きく変化し、その一方で綴りについては、発音の変化に合わせて改定するということを一度も行わなかったため、両者の間に乖離が生じ、現在の英語学習者の頭痛の原因ともなっている。また、16世紀から17世紀には、啓蒙時代の文人たちが、 そやな英語の水準を高めようと、ラテン語、ギリシャ語を借用したため、学術用語を中心に、数百ものラテン語が定着した、など、印刷技術の普及とともに、ラテン語、ギリシャ語文献が広く行き渡り、それまでのフランス語、ラテン語を経由した摂取でなく、直接ラテン語やギリシャ語からの借用であることが、前の時代と異なる点である。新約聖書が原典のギリシャ語から、 そして、旧約聖書が原点のヘブライ語から初めて直接訳されたのも16世紀である。1611年には、主に1500年代に翻訳された、英訳聖書の良い翻訳表現を取り入れながら、原点から直接訳出された、近定約聖書が出版された。この英訳聖書は、翌年からほぼ毎年改定され、広くルーフしたために、英語の文体に影響を与え、 聖書の英語を日常の英語にするのに貢献した。一方でフランスとの交流も相変わらず盛んだったため、フランス語も絶え間なく流入した。しかし、以前のノルマンコンクエスト時代に入ってきたフランス語と同じ単語が重ねて入ってくる子もあり、その場合は違った形と意味で借用された。金銀の含有量を調べるは1338年に入ってきた言葉だが、 フランスでは、その後意味が広がり、心見るの意味となり、それが1597年に再流入してきた、時には、心見る、追筆となった。また、大航海時代の到来とともに、イギリスの生活圏が広がり、世界各国から新しい単語が入ってきたのもこの時代の特徴である。イタリア語から、スペイン語から、ポリネシア語から、ペルシャ語から、からヒンディー語を経由。 この頃、イギリスは産業革命や政治改革を受けて流星を迎え、それと共に、シェイクスピアのベニスの商人、オセロなどの国民文学がなった。また、この頃までに認証を表す語が複数存在し、現在使われている U はもともとに認証単、複数の継承型で親しい間柄を表す形、心象系和を用いていた。シェイクスピアの ロミオとジュリエットには、このとをうまく使い分けたセリフが出てくる。イギリスが世界覇権を握るに従い、英語話者の人口が増大した。また、世界各国からの語彙の流入も継続し、日本語からは、津波、漫画、神風などが借用され、辞書に登録されるように言った。アメリカでは、アフリカ系移民が生み出した歌唱的要素を豊富に、含む、 黒人英語が成立した。この黒人英語とアメリカ原住民の言葉、移民たちが持っていった近代英語がアメリカ英語、米語をなさせた。米語は英語の方言であるが、分離後400年を経て、その隔たりはかなり大きいものとなっている。黒人英語には、などがあるが、その中でも都会に住む黒人を中心に使われている、公語は流行語、歌唱語としてアメリカや、 さらに世界中に影響を与えることがしばしばである、など。原住民族、ネイティブアメリカン由来の言葉としては、などがある。離島などでは、古い語彙が残りやすいが、アメリカもその例に漏れず、飽き、止める、ゴミなどの言葉、養蜂はイギリスではかつて存在したが、現代ではもう使われていない。また、イギリスでの意味、養蜂からずれ、発展していった言葉もある。は イギリスでは、家屋の中の一部屋を指したが、アメリカでは、意味が拡大して、集合住宅という家からだを指すようになった、イギリス英語ではである。また、アメリカで使われる英語の特徴として、品種を変えて使用したり、駐車場を駐車する、超単語の代わりに熟語を使ったりする、など、簡略化の傾向が見られる。アメリカの派遣が確立するとともに、 アメリカ式の英語の影響力は強まり、現在では逆に英語、イギリス英語にも影響を与えるようになっている。また、ヨーロッパ諸国やイギリス連邦、カナダ、オーストラリアなどではイギリス英語の勢力がまだ残っているが、日本では戦後の GHQ の占領などの影響で米語の勢力が圧倒的に強い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。